能の魅力。今回は能の言葉、謡曲についてお話をしてまいります。能のセリフのことを謡曲と呼び、こういう字を書きます。この謡という字は歌とも読む漢字ではありますけれども、日本ではこちらの歌という漢字の方が一般的に使われております。どう違うのかと言いますと、この歌という漢字は伴奏楽器を伴って正規な音律、音階で歌われる歌のことをこの漢字を使って表します。能ではこの謡曲という字を使うことなので、これは伴奏楽器を伴わないアカペラで歌う自由音律、自由音階で歌う歌を謡で表しています。なので謡曲に関しましては、主役であるシテを基準として高さを決めていくものなので、普通の歌のようにあまり音痴という感覚は、ございません。言葉としてはセリフの部分である言葉と言われる部分と歌いと呼ばれる部分に大きく分けられます。この言葉の部分が江戸時代の武士たちの一般会話で使っていた言葉だとも言われております。三代将軍徳川家光が参勤交代という制度を始めた。その結果、諸国から侍を江戸城に呼んだ結果、言葉が通じないという問題に徳川家が気がつき、その対策として武士たちに足利家の時代から見続けている能という演劇の台本である謡曲を全員が学ぶことによって、その言い回しを共通語とするという処置が取られました。それを境に能という演劇は武士たちにとっては必要な教養科目、式学というものに定められ、それを教える立場の能役者たちは各藩ごとに流儀が振り分けられ、武士たちに謡曲を指南する指南役として召し抱えられ、武士となった。それが現代私たちが能役者ではなく能楽師と呼ばれている理由の一つだと私は思っております。どんな言葉なのかと言いますと、能には名乗りと呼ばれる自己紹介をするフレーズが多く入っております。例えば放火像という曲の脇、この歌を歌ってみますと、これは相模の国の自負人、利根の信俊と申す者にて候。こういうフレーズになります。私がもしも武士で江戸城で知らない侍と会ったら、それを私のことに置き換えればいいわけで、私は神奈川県鎌倉市の中森貫太というものになりますので、これは相模の国鎌倉の自負人、中森貫太と申す者にて候。こうすればどこの国の侍と会っても会話が成り立つようになっていた。だこういう調子で廊下なんかでも会話をしていたと考えられます。いかに申すべきことの候、何事にて候ず。このような会話が廊下などでなされていたであろうと、今考えると非常にキーに映るかもしれません。でも当時の侍はみんな姿勢が良くて、声が良くて、声が大きくて、そういう声を聞き慣れない町の人たちが侍から頭ごなしに控えとかって言われたら、思わず土下座して頭下げたくなるぐらい声に威厳があった。武士たちにとって声を鍛えるということは、自分たちを一般の大衆よりも上に置くための大切な武器であり、その武器である声を鍛えるためにこの謡曲というものが使われておりました。この言葉の部分に対して歌いと言われる部分は、言葉通り歌うわけです。節がありメロディーを奏でながら、それを自分の声で作っていく。で、強銀と弱銀という2つの種類の銀、声がございます。非常に硬質な強い調子の強銀と、
華麗な柔らかさを持つ弱銀というフレーズ、これを使い分けながら一つの曲が作られていくわけです。そしてその一曲の中の一部分を抜粋して、例えば宴席であるとか祝儀、武祝儀の席で歌う、そういうのを小唄と申しまして、いろいろな曲からいろんなフレーズが引用されております。強銀の代表的なものとして、よく結婚式、まあ、ドラマなどでもよく後ろで流れます高砂の一節をお聞きいただきましょう。高砂やこの裏船に帆をあげて、この裏船に帆をあげて、月もろともにいでしおの波の淡路の島影や遠くなるおの落ちすぎて、はあ休みのおえに月にけり、はあ休みのえに月にけり。このようになります。これに対して弱銀の方のフレーズとして、同じように結婚式に使われます皇帝という曲の一節をお聞きいただきましょう。皇帝たくさん覚えておいて、現代のカラオケのようにそういう宴席でちょっとずつ歌いながらそれを持ち回りで歌っていく、まあ、そういった歌い方を今でもやってる地域があるとも聞いております。まあ、ぜひ能に興味を持って能を面白く見たいという方は、ぜひお稽古にチャレンジしていただきたいと思います。日本中先生はいらっしゃいます。ご紹介もできます。また最近ではこのコロナウイルスの影響もあり、オンラインでのお稽古というものを始められている方もいらっしゃいますし、私もその準備を進めております。 LINE でも Zoom でも興味がある方はご連絡いただければ、喜んでこういうオンラインのお稽古もさせていただきますので、ぜひ一度チャレンジしてみてください。それではこれでおしまいにいたします。またお目にかかりましょう。ありがとうございました。